岸田総理大臣は災害対策本部を開き、救助を必要とする情報が多く寄せられていると述べ、救命救助に全力を尽くすよう指示しました。救助を必要とする方々の情報が多く寄せられており、助けを待っておられる方々がおられます。引き続き時間との勝負であることを十分に念頭に置き、人命第一で救命救助活動に全力を尽くしていただくようお願いをいたします。また避難が長期化する可能性があることから、必要な物資の確保や電力などのインフラ復旧に全力を挙げるよう関係省庁に指示しました。自衛隊員を2000人規模に増やすほか、救助犬も2倍以上にし、体制強化を図るとしています。